こんにちは、たけしです。本日は湯返り完全攻略ということで、この動画を見るだけで湯返りに必要な知識と練習がすべてわかるようになっています。湯返りしなくて悩んでいる方は必ずこの動画を最後まで見ていってください。また現在メンバーシップの方限定で動画での個別指導をさせていただいております。これにより皆様一人一人に合った指導をすることができます。近い距離で直接指導させていただいた方がより効果が出やすいので、今より上達したい方はぜひご活用ください。やり方は YouTube のメンバーシップになって、メンバー限定の投稿から私の公式 LINE を追加していただいて、トーク画面から動画を送っていただくだけです。いただいたメンバーシップの会費は今後の活動資金とさせていただきます。それではまず湯返りの原理について説明していきます。そもそもなぜ湯返りするのか。それは本来弓というものは何も力が加わってなければ自然に返るように作られています。弓はもともと体の外側を鶴が回るように、弓の中心から右側に鶴が来るように作られています。離れをしたら自分の方に鶴が回って顔を払ったっていうことはありませんよね。なので手の内を握ってしまうなど、弓の自然な回転を邪魔していなければ弓は勝手に返っていきます。なので湯返りさせるためにまず必要なのは手の内です。手の内は中指と薬指を使わずに弓を持ってみてください。その状態で手の内を作っていると、弓を握らずに挟んで持っている状態になります。握ってしまっているのは中指と薬指だけです。そこをいかに使わないようにするかで、弓の力を邪魔しているか邪魔していないか決まっていきます。手の内で大事なのは、いかに中指と薬指を弓に巻きつけず添えるだけにしているかどうかです。手の中で物が回転する状態をイメージしてみてください。しっかりと握ってしまっていた場合、中の弓が回るときに一度離さなければ弓というのは返っていきません。ですが弓を挟んでいるだけだったら、離したとき弓が回転してもその場所で回転することができます。だから弓が落ちずに湯返りすることができます。弓の湯返りを邪魔しないためにも、手の内は握ってしまうんじゃなくて挟むイメージで作る。鶴が全く返らないという人はまず手の内を握らないように直してみてください。次に、鶴は返るが90度までなど少ししか返らない、そんな方が次にやるべきことは鶴の回転スピードを上げることです。鶴が返る瞬間というのは、貝から離れで斬新に行くほんの一瞬だけです。鶴の回転が遅いと手の甲まで鶴が回りきらずに止まってしまいます。ではどうすれば鶴の回転スピードが上がるのか。鶴の回転スピードと野勢というのは比例すると思ってください。鶴の回転が速ければ矢の勢いはそれに応じて速くなっていきます。矢飛びがいいというのは弓の力を最大限引き出せているということだからです。なので矢勢が速くなったら湯返りが近づいたと思ってください。ただ弓を重くしたり鶴を細くすることで鶴の回転スピードは速くなるので湯返りしやすくなりますが、それは本質的ではありません。どんな鶴や弓でも最後は技術がなければ湯返りさせることはできません。湯返りの技術とは簡単に言うと、離れでユンデとメテが同時に離せているかどうかです。そのために大事なポイントが2つあります。1つ目、ユンデに
しっかりと控えを作って離れた同時にユンデを押し出せているか。二つ目、メテはツルが引っかかったり緩んだりすることなくユンデに誘われて離れが自然に出ているか。ハイでは体をいっぱい使ってツルを引き離す瞬間にユンデの控えを押します。そうするとメテのくぼみツル枕が一瞬ツルに引っかかって最大限ツルが伸びた瞬間にツル枕からメテが外れて矢が放たれていきます。今の一連の流れがしっかりできているかどうかです。離れでユンデを押すためにはもちろん控えが必要になります。腕が伸びきってしまっていたら離れの時にユンデを押すことができないからです。控えを作るには腕や肩の力を使わずに下筋を使って引き分けてくる。そうすると肘から先がリラックスした状態で貝に入ることができます。そしてメテはユンデの控えを利用して離した瞬間に一瞬引っかかった後スムーズに離すことが必要になってきます。なのでメテの手先の力をなるべく抜いておくことが必要になります。メテの手先の力を抜くには第三から引き分けるときに腕や手を使って引くのではなくて肘を支点に貝まで持ってくると手先の力を抜いて貝に入ることができます。そして貝に入った後も引き分け続けて5秒を静止する、そういう貝にしてください。メテを置いて持っているだけにならないように注意してください。肘を離れが出したい野戦場に張り続ける、そんなイメージです。さらにメテの絞りも緩めてはいけません。メテを絞るとツルが自分の方に押されます。ツルを押した状態で掛けから離れるとツルは押された反動で自分の外側湯返りの方向にツルが回るようにできています。その絞りの力にも助けられてツルの回転というのは速くなっていきます。なので離す瞬間絞りが取れていってしまう人は絞ったまま離すということも非常に重要です。一つ注意したいのはこの絞りというのは腕や手首で絞るのではなく肘を立てることで自然にかける絞りのことです。間違ってもメテの手先や腕で絞る絞りはやめてください。手先に力が入ってしまうとユンデを押した瞬間に離れが出ずツルが最大限開いてない状態で離れてしまいます。なので強引な離れというのは矢の勢いがありません。手先の力を抜くということが重要ですが手先の力を意識的に抜こうとするとうまくいきません。手先の力を抜けというのは要は体の中心から肘や下筋を使って引き分けてきて離れるということなので体の中心線縦線を意識しながら動作を行っていけば勝手に下筋や肘を使って引くことができるようになります。最後に湯返りと湯回しについて解説します。湯返りした時に弓というのは握り側がほんの少し落ちる程度しか動いてはいけません。離れで湯返りした時に弓が落ちてしまい斬新では握り側ではなく刀を持っていた、そうなるとそれは湯返りではなく湯回しです。手先を器用に使って力を抜いて弓を回しているように見せているに過ぎません。
なので野勢が出ず本末転倒です。では湯回しにならないためにどうしたらいいのか、どうすれば弓が落ちずに綺麗に湯返りができるのか解説していきます。まず弓が落ちる原因というのは、ハンダルの時どうしても一瞬手の内が緩むので、その時重力で落ちていきます。大前提、どれだけ上手い人であっても離れの時は手の内が緩むので全く落ちない人というのはいません。なので弓が落ちないようにするためには、いかに弓が落ちる時間を短くできるかです。そのために重要なことは、手の内の無駄をなくして最短で貝から斬新に持っていくことです。これを意識するだけで湯返りで弓が落ちなくなります。それでは手の内の無駄をなくすというのは、貝から斬新で手の内の形がほとんど変わらない、これが一番無駄がありません。そして離れの時は親指とスライドさせて、ここの輪っかを潰していくイメージで離れていきます。なので無駄をなくすためには、親指の付け根と三指のこの間をなるべく詰めておく。そうすると離した瞬間に締める距離が短くて済むので、弓が落ちる前に締めることができます。そして最短距離で斬新に持っていくのに、もう一つ大事なのは親指をしっかりと反らせていくことです。なぜこれが重要かというと、親指が伸びているというのは、しっかりと角身が弓に当たって引っ張られているから親指が伸びます。親指が伸びていない人は角身がうまくピンポイントで当たっておらず、力が手の内の中で分散してしまいます。手の内は必要な箇所にピンポイントで力を加えることで、離した際の無駄な動きというのが少なくなります。最初はうまくできないかもしれませんが、手の内の形を貝から斬新で変えない、そしてしっかりとピンポイントで角身を当てて離れる時力が分散しないように最短距離で押す、それを意識するだけで全然違います。それでは本日のまとめです。湯返りするためには、まず手の内を握ってしまわないようにして、弓が自然に返っていくのを邪魔しないようにする。次に、ツルがしっかりと手の甲まで返るようにツルの回転スピードを上げる。このために離れで弓を最大限引いた状態から同時に離れることが大切です。具体的にはユンデの控えを作ることと、メテはユンデに誘われて離れが出るように、緩んだり強引な離れにならないように手先の力を抜いて肘を立てるように絞りをかけておく。最後に湯回しにならないように手の内の無駄をなくして最短で貝から斬新に持っていけるようにするでした。いかがでしたでしょうか。この動画を何度も見直して一つずつ確実にやっていけば、必ず湯返りができるようになります。何かわからないことや質問があればコメントもチェックしてますので、そちらに書き込んでおいてください。